皆さんこんこにちは現代の物負け姫ことまです今日はですね X 旧 Twitter ですごく話題になっている車椅子ユーザーがなんちゃって車椅子ユーザーでその人があバリアフリーのことを SNS で発信して例えばベビーカーの人たちをこう叩いてるというかねに対してこう意見文句を言っているのはどうなのか。 なぜ車椅子を使っていないのに車椅子ユーザーと偽ってそんな発信しているのかみたいなことが結構問題になっていますでそのことについてその方が本当に車椅子なのか車椅子じゃないのかっていうシーンは分かりませんが私なりに皆さんどう思ってんのかなっていうのがあったので、えー、今日 急遽ですね、えー、夕方にお声がけ SNS の方でして本当に今日の夜先ほど Zoom でね、えー、聞いた動画がありますので是非そちら見ていただきながらん、まあ、これに答えというものは多分ないです本人に聞かないと答えというものはないですが、まあ、当事者だがそういった車椅子の人と携わっている人が、まあ、どう思ったのかどう感じたのか っていうのを知っていただけたらなというふうに思いますまずはじめコウキさんから聞いていきたいと思いますで、えー、ま車椅子使っているとか使ってないとかなんかそういう属性みたいなのを一旦自己紹介可能な限りしていただいてまず一点目の、えー、車椅子ユーザーを偽っているかもしれない人がバリアフリーのことに意見していることをどう思うかっていう まず1つ目のポイントからぜひご意見伺いたいたです。僕は半身麻痺を持ってまあ友達とかに車いすユーザーが2人ほどいてまあそういう車いすユーザーに関係ない人たちがそのスペースを使ってるっていうのは消えたりとかしないんですけどまあ必要て してる人に言ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。今回、その、まあ、真意はわからないんですけど、車椅子ユーザーかもしれない、またはそうじゃないかもしれないっていう人が、うんうん、まあだから、うん、私は車椅子です、下半身麻痺ですって言って、SNS で投稿していて、その立てるのに、 もしかしかたらね障害がないにもかかわらず、そうやってベビーカーに対してとか、他の利用者に対して意見するのが、嘘ついてまでやることなのかっていうことが結構あの言われていて、それについてはどう思いますか確かにそうですね。今、まこ、あ、さんが言われたように、今、まあ、嘘ついて偽ってまでなんでやるのかっていうのが、うん、まあ正直なんでなのか。 なんとは思いましたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、同じく、まあ、その、偽って言てってい、一ポイント目からでもっと聞きいがいいかな <laughs>。お願いします。<laughs> あ、もう話して大丈夫。うん、うん。あ、菅野と申します。よろしくお願いします。えっと、まあ、私、まあ、そのツイートというか見たんですけども、 まあ車いすユーザーを偽って、まあ、そういう発言をするっていうのは、まあ、正直、人として、まあ、それなんていうんですかね、うんあの、道徳としてはどうかと思うんですけど、まあ、それが例えばそういうものを SNS で発信するものが、そうですね、まあ、要は罪に問われるかとか、そういう社会的なというか、要は、定められたその要は道徳の対象的に言うと、要は論理っていうんですか、それもう法的なもので言う。 で、何か問題があるかって言ったらそうではないと思うし、まあ、そこは別に自由だと思うし、まあ、だから僕個人的には例えば友達になるかって言ったらそういうタイプの人とはならないと思うんですけど、まあ、別にそういう人が言ってるっていうのはまあ問題であると思うけど、まあ、別にたかだか SNS で言ってるだけなんで、そんなに例えば信頼,信頼性の高いソースというわけでもないし、まあ、例えばその人が、えー、と本当に障害者かもしれないし、 まあでも障害者ではないかもしれないし、僕たちもそれは分からないわけであって、それの上で今こうやって議論もしてるわけであって、まあそこに決めつけて、それを何か話を結論づけるのも良くないとは逆に思うし、まあそういう人はまあ僕個人的には友達とか信頼関係とかそういう人には,には存在には至らないけれど、まあもうほっとおけばいいんじゃないかなぐらいな感じですね、僕からしたら。まあ、世の中 まあ逆に SNS を見る上で、やっぱり世の中、フェイクニュースみたいなものって溢れてるんで、そういう、うやっぱり自分で判断できるというか、いわゆるクリティカルシンキング的なことをしつつ、物事を、なんていうんですかね、消化していけないと、厳しい世の中なんだなっていうのは、逆にこのことによってよりうん考えさせられるっていうところありますよね。 じゃあこのままちょっとまず皆さんの、えっと、意見聞きたいのでちょっと後輩になるにつれてもしかしたら言いにくいかなと思うんですけどそれぞれ皆さんの個人の意見をまず素直に聞きたいと思います。マミさんいいですか、はい、あ私は、えっと、医療従事者で病院で働いていて夫が脊髄損傷で車いす使っているっていう立場で,で私自身は健常者って呼ばれる立場ではあるんですけど。 ちょっと今、眞子さんの,あの見て、夫とも少し話してから来たんですけど、夫はもう鳥肌立つぐらい、もしそれが健常者がやってるんだとしたら嫌だっていう話だったんですけど、私個人としてはその、あながちツイートしてることが生半可な知識じゃないんじゃないかなっていう感想を持ってて、もしかしたら数本人がもう本当に当事者なのかもしれないし。 家族にそういう人がいるのかそれともヘルパーさんとかお仕事してて問題をいろいろ目にしてる人なのかもしれないし、まあ、ただ本当の部外者っていうわけじゃないなっていうのが一番最初の感想で私は自分がこう夫と一緒に行動することが多いので結構街中でやっぱりちょっとなんでこんなこと起きるんだろうみたいなもどかしいことってすごい多くて。 あのエレベーターがいっぱいで何度も見送んなきゃいけないとかっていうのもそうだけど、まあ、そういう時にこう夫は当事者として自分は体で抵抗できないからもし自分がこうどいてくださいとか言っちゃって悪いことされても体で抵抗できないから怖いとかあとはもう根っから申し訳ないって気持ちを持ちながらいるので。こう 言えなかかったりとかそういう怖いとか申し訳ないがそのもやもやに勝ってるようなね避けてくださいとかってなかなか言えないっていうところとか、うん、そんなにこう私ほどもやもやするっていうよりは申し訳ないが勝っちゃうっていう感じなんですけど、うん、まあ一緒にいる身としてはすごいもやもやが大きくなっちゃうんですね。うん、なので当事者よりももしかししかたらもやもやしてる時が あるかもしれなかしてその X でその投稿してた方が健常者だったと仮定した場合そうやってこう正義感みたいなところとかそういうのがちょっと違った方向に行っちゃったっていう可能性もあってあながち100%悪意でやってるとは思えないのでうーん まあ、その嘘つきだっていうことに目を向けすぎて、車椅子。せっかく発信してくれた問題を全部が全部無視しちゃう。っていうのはもったいない。問題なのかなっていうふうには思いましたうん。はい、ありがとうございます。じゃあエルさん声でいけるかな？あ、こん,んは。あ行きました。ありがとうございます。はい、山梨に住んでいる車椅子ユーザーです。はい、x に x で投稿してた人が。 どういう意志で、そういう投稿をしたのか、っていうのを、まず私は知りたいなって思いました。<laughs> なんか、ま、みさんと同じように、なんかもしかしたら伝えたいことがあって、投稿したのかもしれないし、もし彼、彼女が、現状者と仮定して、その人が伝えたいこと、自分も、障害を持ってみたらどうなるんだろうかっていうのを、 あえてやっているのかもしれない思って私はその投稿を見て思いました。エレさん的にはそんな不快っていうことではなかった。何度もの方がちょっと強かったそ。そうですね、私の友達でも、いや、私健常者だからあなたたちの気持ちなんかわからないわっていう友達がいるんですよ。うんいや、そうだと思うんですよね。私も 健常者の気持ちなんかわかんないし、私は先天性の病気だったので、小さい頃から車椅子に乗って、車椅子、自由生活に慣れてきてるから、もし健常者の気持ちわからないって言い方はあれなんですけど、やっぱそういう気持ちと健常者になってみたいなっていう気持ちもあるんですよ、私うん。そういうやり方で、 私たちの気持ちを知ってくれようとしているのかなって私は思いました、ね。その時。っていうのは意見ですかね。うん、いいです。いいです。ありがとうございます。そう、ここで別になんか答えをあの見つけ出そうっていうこと。ではまあ、真意は本当にわからないですし、答えを見つけ出そうってわけではなくて。うん、まあ今回結構いろんな方がいろんな人がこう反響があって、いろんな意見があったので、まあ、当事者とかそうじゃない。人たちってどうなんだろうなって私が。 Twitter 文字だけだとどうしても伝えきれないし聞けないあの内容だったので、うん、誰かとお話ししたいなと思って今回こういうを設けさせていただいたのでそういうご意見が聞けてよかったなと思います。で私自身の,お話私がおの考えをあの言うと私はその、まあ、仮に なりすましてたとしても、やっぱりまみさんが言ったような、投稿してる内容は別にこう、当事者たちが抱えている問題、結構そのままリアルで伝えてくれてるので、えー、内容としてはいいというか悪いというか、なんか必要なことを伝えてくれてる人だなとは思いました。で、なんかその、偽ってまで発信するっていうのも、確かになぜだろうとは思いますけど、 でも当事者じゃない人がなんかそのバリアフリー問題を歌っていることがなんか気持ち悪いみたいな感じのコメントもあったんですよ、ツイッターでね。だからそれが私は結構違和感があって結構私とか、まあ、他の界隈の人たちも言ってるけど当事者の気持ちになってほしいから車椅子乗ってみて生活してくださいよみたいなことを言ったりもする中でその人はそれを やってくれてんのかなっても思ったんですね、うん。まあだから確かにシーンがわかんないから実際ちょっとその大佐さんに私は聞いてみたいなって思ったけどなんかそこまでするといかにもなんかバズりを狙ってるかあってすごい微妙だったけどでもなんかまあシーン気になるからまあ聞いてみたいなと思いますけどまあそういう私も なんでだろう悪いっていうよりはなんでだろうなみんながなんでそんなにその嘘ついてまで発信してたことが悪いっていうんだろうなっていうのはちょっと私も思った立場の人でした次皆さんに聞きたいのがじゃあ車椅子ユーザーとベビーカーが車両で同じタイミングになった時はどうしたらいいかと いいと思うか、まあ、この人のもともとのバズり要素としては、まあ、その電車に、えー、自分も乗りました。車椅子ユーザーとして乗りました。で、えー、車椅子とベビーカーのゾーン、電車のゾーンって一緒の枠で、その時にベビーカー2台と親御さんが1人、まあ、奥の方に立っていて、自分がそのゾーンに入れなかったっていうことを。 写真を撮って、えーまあ、顔とかは消してたけど,、まあどうう、どうなのかなっていうことで、なんで車椅子だけが優先されるみたいな考えになるのっていうことが、まず一個バズった要素だったんですけど、まあ、それについてどう思うかというか、まあ、どういうことが正解とは言わないですけど、それぞれ同じタイミングでそういう必要な人がかぶってしまった場合は、自分なりに どうやってるか、どうしてるかっていうのがあれば聞きたいなと思います。本木さんからお願いします。はい、そうですね。まあ僕自身、車椅子なんですけど、まあ、電車とかでベビーカー、まあ、ベビーカーが被るっていうか、結構あの、電車のなんだろう、車椅子スペースっていうところ、うん、あそこに、いや別に健常者とか、普通に立ってる人もいることが結構あるし、まあなんか、 なんだろうなそういう人たちってなんかこう、ああ、モラルがない,ななない人なんだなと思うし、でもなんか、まあ、世の中そういう人って別に一定数いるし、まあ世の中、なんか別に全員がそんなになんか綺麗な心を持たそうなんて、そんな無理な話であって、まあ、まあ、当然そういう人間はいると思ってるし、まあかといって別にそこにいないと電車乗れないとかそういうこともないし、僕自身、逆にわざわざそこちょっとどうし、すません、すいません、そこどうしてもなんて言うのもめんどくさいし、普通に乗って、 なんか別になんだろう、車椅子だから僕はそこに行く権利があるんだみたいなこともなんかするのもなんか、逆になんかそれ違うなとも思うし、普通に乗ったら、誰かがいれば、普通にあるスペースに乗るし。 いいななければいくしくらい感じでで僕はやってるんで誰かがいたからといって、なんかそんなにうわ、けしからんなんて、そんなことは正直、なんかそういう気持ちにはなんなくて、まあ普通にはスペースあれはそれは行くよねぐらいな気持ちで、なんか生きてるから、なんかあんまりそんなになんか、あのツイートとかだと逆になとんでもないこんなけしからんみたいな感じだけど、なんか、いや、そんなに言うみたいな、別になんか普通にもっとね、 普通に生きていけばいいのにとか思うんだけど<え>。<laughs> <そ>でも、ちなみに手すりを持たないと電車耐えれないでしょそんなことない。手すりを持たないと耐えれない。手すりを持たないと。そうそう電車の揺れに対してこう自分の体を維持でき、手すりを持たないと。まあ、できるっちゃできるけど、俺でも体感全くないけどね、体感機能。もう100%ってかゼ、まあ、0%だけど。うん だまあ、やれと言われればいけるけど、まあ、大変っちゃ大変。だから、まあ、手すりあった方が嬉しいかな、だけど、まあなんか、うんまあ、なんだろう、なんでもさ、たぶ健常者でもそうだと思うんだけど、なんか、例えば椅子もさ、座れたら楽だな、じゃん。うんうん、俺らも手すりがあったらまあ楽だな、なのよ、俺からしたらだから。 もう別になんか、いや別にみんなもみんなでさ、なんか、マイン電車なんか乗るのも嫌な気持ちで乗ってるだろうしさ、なんか、んか車椅子だから俺はそんなスペースに行く権利があるんだみたいな、いうのもなんか別にこの社会の一員として生きていくんだったらそれは違うかなって気持ちがするし。ちなみに、はあ、えっと、まあ、あの、海外も行ってるじゃないですか。うんうん、その海外との違いっていうのもちょっと気持ち脱線しちゃうけど、うん どういう違いしたの公共交通機関でみたいな公共交通機関の,その利用の、まあ、今は、えー、とその車椅子あ電車のことだけを言っているけど結構日本でそのツイッターで投稿するとバズるっていう要素のもう一つがエレベーター問題っていうのがあってエレベーターにだから人がたくさん並んでいると、うん、利用しなくてもいいような人たち、うん、が えっと、すごい列を作っていて、車椅子とかウェビーカーが来てもあの別に譲りとかもしないで、そのまま乗っていくみたいなことが私たちはそこしか使えない、そこでしか移動ができないのに、うん、他の人たちは階段とかエレベーターの選択肢がある中で、うん、んどうして譲ってくれないのみたいなのが。うんあ うん前よりはなんかそれを言うよう結構皆さんが言うような譲ってくれるようにはなったけどでも都内が特にやっぱりまあ人も多いしうん、うん、エレベーターのサイズ感もちっちゃいとその駅とかはね1回、うん、で乗れる人も限られてきてしまうっていうところで、うん、まだまだ問題ありますよみたいな特に地下から地上に上がるときはエレベーターも何回もこう エスカレーターかエスカレータータも何回もこう乗らなきゃいけないっていう時にやっぱみんなエレベーター使いがちだよねとかがあって、うん、まあ譲ってくれないことが多いっていう感じ。そんな多いかな,なんか日本でもね結構譲ってくれるんだよまあもちろん譲ってくれないなんかおばちゃんとか結構いるけど <laughs> なんか普通にいっぱいいるけどなんだろうな まあでもそういうなんかパッと、なんかわかるよね。あ,あこの人は多分行く人だなとか、なんかわかるわ <laughs> かるし、でも、もうなんか本当に、でもまあみんなもみんなでまあめっちゃ荷物ある人とか、例えば空港とかでね、もうすキャリー2つ持ってるとか、そういう時とかはまあ必要だろうし、カーとか2台とか、まあ、そういうめっちゃ並んでる時とか、別に自分がはもう荷物なかったりしたら、もう最悪、いやほ、本当にこれおかしい現象だと思うのが起こる時って、なんか、 歩けるし健常者の歩ける人がエレベーターばーって並んでて、俺がエスカレーター乗るみたいな、車いすで、<laughs> なんか、これなんかおかしいなとか思いながら、<laughs> なんかでもまあ、そういう何、なんか矛盾を見て、人々は気づけばいいなと俺やったりして面白いなとかって思ってるんだけど、<laughs> そうだね、なんかそれもニュースになってたりしてたんだよね、<laughs> エスカレーターの事故が多発してるのは、その <laughs> <laughs> 車いすの人が乗ってますみたいなのがあそうなんだ。 黒い人事故起こしてるんだ。起こしてる。それもやっぱりエレベーターに並んでいて、早く乗れないから、結局エスカレーターという選択肢になってしまいますみたいな感じ。うんうん、やっぱじゃあその海外は譲ってくれるイメージがちょっと強い。日本に。海外にいるときの方が確かに譲ってくれることは多いかもしれない。うんそれはそうかもしれない。うん、そうだね、確かに。なるほどね、それはそう。うん。そうだね。 確かに電。はい、エレベーターで言うと、それはそうかもしれない。まあ、電車とかバスとかでも、なんか段差とかあって、声かけたらみんな普通に助けてくれるしね。そうだよね。うん、<laughs> そう思う、なんか。そうそうで。じゃあ次、ごめんなさい。マミさん、いいですかえっ、ー、と、車椅子フーザーと、まあ、ベビーカーが、まあ、車両でもいいですし、まあ、エレベーターのことでもいいですけど、そういう風になった場合、どうしてますか 結構私たちというか、まあ、私最もとも出かけるときは、そもそも混んでる時間には出かけないのは鉄則としてあるんですけど、うん、もうどうしてもそういう朝とか電車混みそうなときは車使っちゃったりするので、思ったこと正直ないんですけど、ただもしかぶっちゃったときって、ベビーカーも車椅子もその優先度が変わるかって言ったら、多分変わる じゃないんててだのとしてもベビーカーってやっぱかさばるしなしで抱っこだけでやるけなんてそんなこと言えないっていうか大変だしいつか私もそういう立場になるかもしれないって思った時に、まあ、そこはちょっと車両がかぶっちゃってベビーカー2台と車いすってなると、まあ、通行がそもそも難しくなっちゃったりするかもしれないのでちょっと1本待って違う次の電車乗ったりとか。 まあ、そういうことは考えるかなとは思うんですけど、うん、そうですね、エレベーターとかも同じで、ベビーカーの人に降りて譲ってくださいなんては全然思わなくて、うんまあ、ただ、それに、まあね、使ってない人には譲ってほしいなとはちょっと思ったりはするんですけど、まあ、正直、私、都内在住で、都内の中でもいろいろあるかもしれないんですけどあの、健常者の方にエレベーター譲っていただいたことって一回もなくて、実は。<laughs> <laughs> いないのでも諦めてはいるんですけど、うん、なので車いス1台分入れそうだったら夫だけ入れてワンフロアぐらいだったら私がちょっと階段走って追いつくみたいなことをしたりとか、まあ、私は元気なのでとりあえず頑張れるとこは頑張るみたいな感じで、まあ、介助者としては工夫してるんですけど、うんまあ、もうちょっと優しく会ってくれてもいいかなと思う時は正直ありますね。 確かにそのエレベーターとかそのスペースの問題に関してはまあ私はもうお母さんじゃないからあまりこう言えないですけどでもベビーカーを押しているまあ本人お母さんまたはお父さんと、まあ、プラス逆もう一人夫婦だったらいるじゃないですか押してない人で例えば逆にそこからおじいちゃんおばあちゃん、まあ、おじおがいたりする結構家族で大移動してるときに えーとそのスペースみんな一緒にいますみたいな時もあるんですよね。<laughs> <laughs> プファレイススペースのま、えーとえー、とベビーカースペースの周りに大人2、3人一緒にいるっていう時は、やっぱりその2人はそこにいる必要性がやっぱりありますかって思っちゃうしあの、エレベーターの時もみんな一緒に乗るみたいなことがあったり、それからやっぱりベビーカーと。 まあ、スお母さん、またはお父さん、誰か一人で、他の人はそのマミさんみたいに階段使ったり、えー、とエスカレーター使ってほしいなって、私もこう都内に行くと思うことは <laughs> ありますね,、はい、そうですね。ちょっとあの私もあのさっきのはエスカレーターの話じゃないですけど、こうやって走る介助者を見て、あ譲ればよかったって思ってくれればいいなって思ってる部分もやっぱりあります。 次えっと私は田舎に住んでるんで、うん、正直あんまりそういうなんか遭遇したところはないんですけどやっぱ都内に行ったりすると元木さんが言ってたようにおばちゃんだ <laughs> からこの人絶対譲らないんだろうなみたいな人はよくやります。 ベビーカーを押すと、電車で一緒になることは多々あるんですけど、なんか私、私は手すりなくても体感があるんで、車椅子でそのまま行けるんですけど、単体で。ただ、体調的に手すりが必要な時ってあるじゃないですか。<laughs> ちょっと今日はクラッとするな、みたいな。 うん、そういう時は一応声かけはするんですけど、言いてくれない？モラルのない人。で <laughs>、うん、結構いるんですよえ。もう聞こえてないふりをされるってことですか？そうです。えー、<laughs> ボスとかでも、うん、あのと別件の話になるんですけど、優先スペースってあるじゃないですか？うん,う,んう,んうん、折りたたんでもらう。椅子、うんはい、あれに座って。うん 意地とも立たない人っているんですよ。へえー。<laughs> そういう時は、うわーっては思います。うん。ただ、みんな同じ人間なんで、まあ、いっかって言って、次越す時もあります。うーん。ただ、直近で一番ショックだったのが、やっぱ車椅子に乗ってると、バスとかって時間がかかるじゃないですか。 スロープもそしたらその時に一番後ろに座ってたおじさんに「うん、障害者はバスなんか使うな!」って言われたことがあって。えういう人いいるんですねいました。あの初めて聞いて「えっ?」って <laughs> あ。ああやばいです、ねあ。すいませんみたいな感じだったんですけど、うん、えでもよくよく考えたら私何も悪くないしなって思いながら。うんうんうん でもその人もカルシウム不足なんだろうなーって友達と流してみたいなことはたまにありますねで。私も海外行ったことあるんですけど海外の方が譲ってくれるエスカレーターもそうなんですけどエレベーターがないどうしようみたいな時にじゃあエスカレーターでみんなで持とうかみたいなこともよくありました。 で自己的には、なんか、日本で事故が多いっていうのは、うん、やっぱちょっと日本の人たちがちょっと冷たいのかなって、ちょっと思うことがあります。うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。カオさん、はい、今回話題となっている車椅子ユーザーを偽っているかもしれない人がバリアフリーのことに意見していることをどう思うかっていうのを、まず教えていただいてもいいですか 実はもう車椅子をしながらベビーカーをしてるんですよ、私生活で、うんね。正直な話、あのえ例えばけど,ど、公共機関でもエレベーターでも、うん、ベビーカーと車椅子でいっぱいになるじゃないですか、2台同時にいつも乗せないと危ないんで。うん、その時に入れないで無理やり押し込まれるって分かります、もう2台で限界なのに。え、もう人が多い時に乗ったりする もう、いつもなんか子供となんか一台遅らしてでも一緒に乗れるようにしてるんですよ、わざと。はい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 。もう前の人、後ろの詰めて乗ってくださいって言って、もうその次の待つんですよ、いつも危ないから。うん<ー>。で、ベビーカーに一人ちっちゃい子乗して、もう一人の子を歩かすとするじゃないですか。エレベーターで基本的に車椅子とベビーカーにいっぱいになるんですよ、乗ってたら。それなので、ね、押し込まれて子供が怪我するっていう事案が起きてるんですよ、何回か。 なんて言ったらいいんだな、んか、危ない、やめてくださいって、もうやめてくれないんですよね、一般の人。えー、もうやっぱ、自分らが入りたいから、あの、そうなんどんどん、もう子供も見えてないんじゃないかっていうくらい、押してくるってことですよね見えてるの上で押してくるんですよ、後ろに立ってるのに。<laughs> <laughs> え、やばいですね、本当に。もうそんなしょっちゅうですよ、もうなんかエレベーターが1台しかないから、我先にっていう状態になって、もう早い上がりたいから、で、降りたらダッシュで走っていくって人が多いんですよ。 <laughs> えー、でそれあの、まあ、今回でそのベビーカーとかの,そのスペースに対して車椅子の人も一緒のタイミングになりましたで写真撮って、えー、とベビーカーでいっぱいでしたで母親は母親も一応ベビーカースペースにいてて携帯してますみたいな、はい、それでこう占領されてますっていうので一応今回ツイッターで一回バズって という話題になったんですよね。うん、その車椅子の人たちだけのスペースじゃないだろうっていうことで。うん、で、まあそれにん、そこから、なんかこの人は車椅子じゃないんじゃないかっていう話題に今度変わってきて、なんちゃって車椅子なのかもしれないのに、嘘を言ってでもバリアフリーにこう意見してたり、そういうふうにさらしてるのはどうなんだ、うん、みたいなことを。 がなんか一番こう湧いいいてててそれについてカオさんはどう思いますか正直な話ね、なん,かそのなんとも一概に言えないじゃないですか、見た目の問題だけでは。うん、例えばやけど、その車椅子乗ってる方が、やっぱ降りて、階段降りていく方とかいるんですかね、街中でも。電車じゃなくても。でもそのまま、その方が歩けるかもしれないけど、なんかあるから乗ってるって場合もあるじゃないですか、どっちかって答えれないですね、やっぱ正直な話見てて。 長距離歩けない方もいるじゃないですか。うん、で、逆に、その、なんていうかな、やっぱその車椅子乗ってたら怖いから椅子に座るって方もいるんでしょう。電車でもバスでも。うん。だから一概にどれがダメっても言えないんですよね。見てていろんな人その話聞いたり見たりしてるんで、実際のところ。なるほどでもベで。ベビーカーいうの,のお母さんも人によっては畳んでくれるんですよね、やっぱ多かったら。うん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 。でも逆に畳んでくれない人もいるんですよね、もう無視して。 もう言うてるけど、ベビーカーでお米だけ乗してるとか、荷物乗してるだけの方それがしょっちゅうなんですよね、やっぱ住んでるところらんでは。なんかもうちょっとカート状態になってるってことでございますかそうなんですよ。夫婦追っても畳まないみたいな空っぽでも。例えば、その市営の地下鉄とかでも、一時期そのバリアフリー工事がなかった時は、 車椅子はもうこの車両しか乗せませんって時期があったんですよ。でそこにベビー,カースペースと車椅子スペースにも乗れないっていうか、満員なんですよ。やっぱ時間帯によったら主人、人でドアのどこにおったら車椅子押されるじゃないですか。乗っててももう容赦なく。譲ってくださいって譲ってもらえないのはしょっちゅうなんですよ、正直な話。だから何かを妥協しなあかんから諦めることもしょっちゅうなんですよね、正直みんな。そうですね。でまあ、まあ、私の、まあ、意見っていうか、私の考えとしては、まあ、やっぱりその同じ タイミングになったらやっぱり声、うん、私は手すりを掴んでたいと思うというかつんでない,といなのでその手すりだけでも掴ませてくださいって言うんですけど、うん、例えばその、まあ、ベビーカーの人たちもそうですけどあのお母さんたちとかベビーカーをしてる人たちも結構最近やっぱイヤホンしてる人たちが多くて。 声をかけてもなかなか声が通らないっていうことは結構あるんですよね。で、まあ、その車椅子スペースだけじゃないですけどあ、電車の車椅子スペースだけじゃないですけど、私はまあ都内行って電車のそういう時もありますけど、えー、地元だと私は車を使うので、車で、えー、同じ車椅子駐車場というか、まあ、そういう広いスペースの駐車場は、まあ、高齢者の方も使っていいし、 妊婦さんとか、その怪我した人も、その利用書がある人は使っていいっていう風になってるじゃないですか。でそこでかぶったりするんですよね。で、なんか、なんかお互いにこう、睨み合うじゃないですけど、なんかそういうことも結構あるんですよ。なんか、あなたが止めてると、私止めれないんですけどみたいな視線を私も送られることがあるんですよ、逆に。で、でも、車椅子を出したら、 なんか仕方ないかみたいな感じになったりしてやっぱりどうしてもスペースって限られてくるので当事者同士が言い合うというかいがみ合うっていうのは違うなと私は思っている派の人ですだからこそそこを利用しなくてもいい人たちがまず常に開けておいてくれたり譲ってくれたりすればもう少し皆さんが優しくなれるんじゃないかなと私は 信じているんですが、それこそさっきお話しあったけど、海外の人、最近旅行客で都内とか、それこそ関西の方いますけど、海外の人はめちゃくちゃ譲ってくれるし、うん、羽田空港から、えー、品川に出るときに京急線っていうのに乗るんですが、京急線は最近海外の人の旅行客でいっぱいなんですよ。で、海外の車椅子ユーザーさんもたくさん一緒に見てて、 えとこの前もすごいでっかいでっかい電動の車椅子乗ったお母様がいらっしゃったんですけど、もう私は車椅子スペースにいるから、でもこっちおいでおいでっていう。でも通路を渡ってこないとそこに来れない。みんなが嫌な顔して乗ってたんですよね。すごい邪魔だな、邪魔だなみたいな顔して乗ってるのが、私はなんかすごいかな、やっぱり、 日本ってこういう,なんかこう邪魔だなって車椅子はされるのかなっていうのが私はちょっとすごく悲しくてだそういうスペースがあるから取り合いになるしそこにいたらダメじゃんっていう風になっちゃうけどスペースがあるから助かってるっていう部分もあるけどいろんなところにみんながいてても邪魔じゃないよ別に気軽にそこにいてもらってもいいですよっていう空気感が 電車の中全体にあれば、こんなことにはならないのかなとも私は思いました。というのが私の意見でした。最後の締めの仕方がわかりませんが、何か他に思うことがある方いれば、んかお話ぜひしてください。え今気になったのは、なんかいろんな問題が出たじゃん。はい、いや、こういう問題があるよね。こういう問題があるね。うん、でもこれってそれこれこれこういう理由だからだよね。じゃあ、一個一個今いろいろ出たけど、それみんな、 そ,それを解決するにはどうしたらいいって思ってるのかなってんみんなその解決方法ありがとうじゃあマミさんから言ってみましょうかはい解決方法いろいろ,いろいろ出ましたねどうしようまあでもいづらいけど、まあ、本当にでも私がまあ医療従事者でかつ家族に障害者がいて親も障害者なので、うん、本当にちっちゃい頃から その譲る譲られるみたいなことを、まあ、学んでこれる環境があったからこうやって疑問に思えるけどじゃあじゃなかった時に私譲れたかなって考えることはたまにあって多分そう当事者になると自分が逆の立場だった時にどうだったかなってちょっとフラットな目で見入れないある意味かなって思うので、うん、悪意があって意地悪で譲らないっていうわけじゃない。 人もたくさんいるかなって思ってて思、まあ、そういう時にこう譲ってよってこっちが主張するっていう気持ちじゃなくてこういう時って譲ってくれるとすごい円滑にことが回るんだよって教えてあげるみたいな気持ちで声をかけるっていうのが平和かなってちょっと思うので私はちょっと自分が夫といる時は夫がその人に声をかけるのをすごい嫌がるので夫といる時はなかなかこう。 人に声かけけらんないんですけどただまあ自分がこう困ってる方見た時に周りの人にこうしましょうねみたいなことは少し声かけたこともあるので、まあ、そうやって自分の身の回りから全然こう影響力ないけどでも一人でもあこういう時こうすればいいんだって気づきがあって無意識に優しくないことしちゃってた人が。 ちゃんと優しくなれる状況を作ってあげるっていうのも役割というか譲って譲ってじゃなくてそういう役割も一人一人があるのかなとはちょっと思います。はいありがとうございます。じゃあ次エルさん。あはい。えっと私たちだけがやってもらうんじゃなくてこちらからお願いする先ほども言ったんですけど私たちの気持ちがわからない。 人たちお互いの気持ちがよくわからない人たちって、世の中いっぱいいると思うんですよ。育ててきた場所も違うし、環境もやっぱ違うから、その人たちの気持ちがわからないなんて当たり前だと思ってて、私は。だからこそ、自分からやってもらうんじゃなくて、お願いをする。譲ってほしいなら譲ってほしいとお願いするし、でもその人とも譲れない理由もあるかもしれないから、じゃあなぜ譲れないのかっていうのを聞いて、 こっちかから交渉すするしなないいと思います、うん、やっぱ一人一人がそうやって対話していくことがベストかなってことですよね。そうです。じゃあ、かおさん、お願いします、ね。いつもね、我が家の子もないけど、うちがいつも周りの人に助けてもらってることをいつも返せって言ってるんですよ、子供たちにも。だって例えば、おじいちゃん、おばあちゃんとかもやけど、席譲ってくれるじゃないですか。だから、あんたらもうずらなんかなんってこと、いつも子供に言ってるんでしょ てとか、バスで、あの、カートをあげれないおばあちゃんたちのも全部あげるのをやってるんでしょ、子供らが。やっぱ、乗る路線でみんな決まってるんですよ、やっぱ、会うようになったんですよね。障害者から、子供やからと関係なく、一般の人も。自分でしてもらったこと、返すってこと全部教えてやってたやっぱ、逆にうちも助けてもらえるようになったんですよ、お互いに。そういう持ち、持たれずの関係ができた期間が、この今地元にあるかなっていうのがちょっとあるんですよね、やっぱ。でやっぱりその、カオさんは、えっ、ー、と、自分が、 生きてる界隈というか、過ごしてるそのゾーンで、そういう行動を示す、うん、まあ子どもとかも含めて教えたり、うん、まあ言ったり、まあ、実現したことによって、うん、まあいつもそこで見る人、過ごす人は、あ、もうあの人たちだよね、ああしてくれるよね、こうしてくれるよねっていうのができてる感じですか。自然にできてますね。例えば、バスの運転手さんもそうだし。 お客さんもそうなんですよね、やっぱ街の中であった、あやっほーとか言って喋ってくれるんですよね、おばあちゃんとかも。やっぱ結局、うちも助けてもらってる身なんで、やっぱできることをお互いに返す状態にしてるんですよ、今。そういう世の中になっていけてるっていうのがあるんですよね、今住んでるところでは。やっぱそういうふうにね、お互いがやっていく、言っていくっていうことがやっぱ大事だなっていうことですありがとうございますえじゃあ私が 言おうかな私が、まあ、思うのは、まあ、私はまあそういうのを SNS で発信しているからこそ、まあ、その SNS を見た人がまず気づいてくれたらいいなっていうのはあるからやってますけど、まあ、それで実際私の YouTube 見たり、配信、えーと、投稿見たりして、えー、この前初めて車椅子の人になんか声かけて、困ってたの、なんかサポートできましたっていう人も実際にいる。 からそういう人に伝わるのはすごくいいことだなと思うけど、じゃあそれだけではやっぱり足りないと思うから、えー、例えばエレベーター問題に関しては、私は議員さんとかにすごくいろいろ、いろんな議員さんに会って言ったことがあります。で、議員さんに対しても、まあ、例えば日本人はなんかそういう作られたルールを一応守る傾向はあるから、例えば エレベーターに関しても、その優先台湾とか海外の一部では、優先レーンとそうじゃないレーンの色分けをエレベーターの前にしていますと。で、日本人が声に出して譲りたいけど譲れないという気持ちを、別にそのレーンに並べば、そのまま言葉を交わさなくても、あ、優先レーンに並んでる。 人が先に入ればいいっていうルールにすれば別にわざわざの気持ち問題というか対話問題ってなくなるんじゃないですかねっていうふうに思ったのなんかそれは品川駅にあったあの色分けされてるレーンっていうのが品川駅にはあるんですけど羽田行きの人は青いぞなんかどこどこ行きの人は緑のぞみたいな 電車は同じところに入ってくるからその色分けしたところに並べばあこの人は羽田に行くんですねだからここに並んでればいいんですねみたいなその一応そういう枠を作るとに日本人はそこに並ぶんじゃないかっていう私の意識があるからなんかそういうふうに塗ってくれるっていうのもありなんじゃないですかねみたいな言い方を私は議員さんにしてますがなかなか話は通してはくれないという現実があるのでではもう少し。 方法は変えていかい発信だけじゃない、何か方法は変えていかなきゃいけないなと思うから、あんまり答えは見つかってないですが、でも私はそういう行動をしています。ときさんはどう思いますか <laughs> あれ、ね、僕自身、なんかあんまりそういうトラブルにあったことがなくて、<laughs> なんか、なんだろうな、なんかあまりでも、 逆にそういうトラブルにあったことないってことは、自分自身なんか解決してたんだなと思って今考えてみたんだけども、あんまりなんかこう、揉めたことがないというか、そういう、例えば、車椅子だからだとか言われたりとか、車椅子で、例えば何、電車に乗るなとか、バスに乗るなとか、そういうなんかトラブルにあったことがなくて、もう少し多分、要はこの障害を持った側の人たちね、まあ自分含めができることってもっといっぱいあると思うんでね、多分。 なんだろうな、その、じゃあその電車のスペースがないといけないとか、だけど、別に、そうじゃなくても、別に乗る方法ってあるよなって考えたら別にあると思うし、そういうふうになんか生きてきたから、多分、最初から、はなから、僕自身、なんかそういうものに何も期待しないで、これもう、車椅子になっても10年、15年ぐらいとか経つけど、 なんかそういうものに期待しないで生きてきたんだよね。もうなってすぐの時からおそらく今ずっと考えてたんだけど、だからそういう、そういうものにちょっと期待しすぎず、なんか自分自身で解決できるものは全部なんかこう、解決できる方法をやりきって。 からなんかこう他人を変えるみたいなことに移ってもいいのかもしれないなっていうのも今思って、まあ、そのもう他人の意識を変えるってなるともう文化とかイデオロギーとかそういう方向性になってくるから、まあ、結局要は個人主義ってものがあってそれをじゃあどうやってちょっと若干全体主義的なものにスライドしていくかみたいな話になるから、まあ、それはまたよりすごいちょっと大きい話になってくるからまずはなんかこう自分自身でこうなんだろうな解決できるようなことってまだまだいっぱいあると思うからうんなんか今自分の経験 それが何か解決につながるんじゃないかなとは思いました。うんまあ、そうですね。だから私も言うほどすごい嫌な目にはあったことは私もなくて、エレベーターも、えっとまあ、デパートとかは確かにもう何十,十何階から降りられてきて、二階で待ったら乗れないっていうのはまあ,ある、うん。あ、それはある <laughs> <laughs> あった。うん、あるな。確かにある。うん デパート系はやっぱりすごいあるけど、でも電車、公共交通機関のエレベーターに関しては、すごいこう言われているほど待ったことはなくて、2>, <い>2回、一回、二回目ぐらいではまあ乗れも乗るかな。まあ、私も確かに、めちゃくちゃ日曜日の,そのラッシュの時とかを選んでないっていうのもあるかもしれないけど、そんなになくて、で、その譲ってもらえない時も確かにイヤホンしてて聞こえなくて、 えとノイキャンされてて聞こえないだろうっていう人に関してはもう触りに行くから私は。視点も,もう目線も,もう、ね、下げないと見てもらえないしうん、うん、ただ私がやっぱり車椅子になって声をかける時に意識してるそれこそ自分が変わったらなんかみんなよくしてくれるかなっていう点ではやっぱ愛想よく声をかけるあそうやっぱコミュニケーション能力はすごいコミュニケーションが大事だと思う特にこう,、うん、こうなってしまった俺たちはより求められると思うよ この普通のレベルより何か押してもらいたいとか、うん、ダンス上げてもらいたいって、通りすがりの人に声かけるにしても、まあ、人は確かに選ぶけど、それでも,もう笑顔で、あ、すみませんって言った方が、まあ、言われる側もいいよねって、うん、私だったらそう思う。なんかこう、やっ、うん、みたいな。やってください。<laughs> りうん、<laughs> だからやっぱりそういう自分もちょっと変わらなきゃ、お願いするばかりではなくて、やっぱり自分が変わることで、うん よくしてくれるっていうことはやっぱ人間と人間の関わりだから本当そう,そう,そう。あっだっていくらくらいっても嫌なやつには、うん、多分手貸してくれないだから <laughs> 俺思ったんだけど今思ったのは俺なんかそれ電車とか,なんかそういうの何度もめんどくさいから俺が逆に自分でできることって言ったらもう電車できるだけ乗らないようにしてるもう車で行く大体ん悩んだら、ね、そういう、うん できる人は確かにそうだよねどっちで行こうかなって悩んだらいやもうなんか面倒くさいし今電車で行こうみたいなとことか、まあ、そういうのもなんかこう自分でできることじゃんそういうのとかもう例えば海外にいる時とかも、うん、まあ逆にそれ別に車椅子でも関係なくて例えばの話だけどあのじゃあ地下鉄とかで俺パリにいることが多いけどその地下鉄とかで治安悪いじゃん それって車椅子関係なくて、治安悪いから、いや、ちょタクシーで行っとこうかなみたいなのもあるじゃん。だからそれと一緒だと思うの、俺。別に俺は、それが例えば、あちょっと車椅子で電車乗るの,のめあれ大変だからタクシーで行こうっていうなるのか、いや、治安悪いし、まあ、なんかあっても嫌だからタクシーで行っとこうっていうのと、それと一緒だと思うんだよね。だから、そういうなんかできることは最大限やってから人になんか、 言っっったた方がいいのかなと思っちゃったりするだからなんかどっちか,っ,ちかってい言い方あれだけどんかそういうのができる人はやっぱりそういう嫌な思いをしないようにやっぱり自分が行ける手段を取って楽怒、ねうん、らないような手段を取っていくしかないし、うん、それしかできない、まあ、電動の人とかさ車乗れない人とかもやっぱりいるからそういう人とかやっぱり電車,電車とかあのバスとか乗るしかないけど でもやっぱりどっかでやっぱちゃんとそういうやつらはもう一定数いるっていうのをちゃんと分かって嫌なやつとかなんかそういう迷惑かけるやつは絶対いるけどなんかそういう人に対してもうまく対処できるように自分のコミュ力を上げていこうっていうふうにした方が生きやすいというか自分に対するストレスっていうのはやっぱり少なくなるのかなって、うん、まあそうだよねなんかこうやっぱ一定数っていうか別に健常とかこれ 車い障害とか関係なく変なやつってもいっぱいいるじゃん世の中普通に健常だったとしてもそういうやつって避けるじゃん生きてたら、うん、だからなんか別にあんま変わんないなと思っててそこら辺は、うん、まあだからそこら辺の立ち回りをなんかうまく自分自身考えるというかで生きていくとすごい楽なんじゃないかなと思うけどね、うん、まあそれまあこうなってしまったがゆえそういう考えなきゃいけない時間はしょうがないけど それが最善なのかなと思ってる、ね、自分的には。ありがとうございます。こんな感じで、皆さんからいろいろお話を伺うことができました。これに答えを見つけるというものはではなくて、ただただ一方的に私たちが言っていることではありますが、それでも X のこう皆さんが書いているのは、本当にその人だけに対してピンポイントに言っていることなの。 かもしれない自分はそう思って言ってることなのかもしれないですがそれがなんだか自分ごとのように捉えられちゃうな自分に言ってるように思っちゃうなっていう人も多いですやっっぱり SNS のの世界っていうのは難しいですしそれだけを信じるそれだけにとらわれないっていうことを意識して何が本当で何が嘘で何が大事なのかっていうのを皆さんそれぞれ やっぱり意識して SNS 使っていくことっていうのは大事なんじゃないかなと改めて自分も思いました。はい、ということでこの動画最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。